パンダバ朝、パンダバ朝は、3世紀後半から897年まで、カーンチープラムを首都として、南インド東海岸、コロマンデル海岸地方及び、正論島の一部を支配した、タミル系王朝である。王朝の起源については、パルティア説、北インド説、土着王朝説があるが、いずれとも決定しがたい。王朝初期の歴史については、サータバーハナ朝衰退後に、 三個のプラークリット国文やサンスクリット国文など16枚の銅版の名文によって知られる。しかし、これらの国文の内容は矛盾が多いため、正確な年代や成形、中心地については研究者の間で意見が一致しない。例えば4世紀初頭から6世紀初頭に至る国文がすべてアーンドラ地方に関係するものであるにもかかわらず、王の象徴の発行地が カーンチーとなっており、通常はトンダイガール、別名トンダイマンダラム地方のカーンチーと考えられるため、アンドラ地方から遠く離れている。そのため、国分のカーンチーはアンドラ地方の地名ではないかと考える研究者もいる。3世紀末から4世紀初めに、またはスカンダバルマンがカーンチープラムを都として、北はクリシュナ川から西は クンタラ地方まで半島を広げ、を行ったこと、四世紀半ば頃にが、カーン地位付近で、グップタジョーノの軍に敗れたこと、五世紀半ば頃のが、に対して、総主権を持っていたことについては、ほぼ確実と考えられている。また、交易を盛んに行い、東ボルネオに、クタイ王国、ジャワに、タルマヌガラ王国というヒンドゥー王国が現れることに、 ついて、中国南朝との交易船の寄港地であったため、パンダバ朝の影響が強く、なが、バルマンになったという説もあるくらいであった。近年は、紀文の初体から、同時機能の,の影響と考えられている。パンダバ朝はこの後、5世紀末以降、マイソール地方から、勢力を拡大してきていたの勢力下に入ってしまった。ため、王朝の歴史がはっきりしなくなるが、6世紀後半の王、 在位574年から600年以降の記録はしっかりしている。シンハビシュネはカラブラーサを破って王国の領域をカービリ側まで拡大し、パーンディア朝やセイロンの君主たちと交渉した。パーンダバ朝の北隣には、尿おとを置く前期チャールキアーサが台頭しつつあった。在位600年から630年の代、前期チャールキアーサと戦ったが、 北インドの覇者ハルシャを破って、勢いに乗るにって、パンラバチョウは打ち破られてその北方の地を併合された。復讐に燃える、マーヘンドラバルマン一世の子、在位、百三十年から六百六十八年は、バーガーアミを占領して破壊し、プラケー新二世を廃止させるなど前期チャールキア朝を一時は、滅亡の危機にまで追い込んだ。また、正論の多い継承戦争にも介入している。 ナーラシンハバルマン一世の知性に現状は、都のカンチープラムに訪れている。しかし、プラケシン二世の子であるに、パンラバ朝の勢力は追い払いらわれ、前期チャールキア朝の復興を許した。パラメーシバラバルマン一世、在位、六百七十年から六百八十年の代に、前期チャールキア朝によって攻め込まれ、カンチープラムが陥落することもあったが、決定的な打撃とはならず、の代に、 再び繁栄を取り戻した。カーンチープラムには、マハアバリプラムには、が建てられた。海外貿易によって経済は発展し、党への施設も派遣している。ところが次のの第2前期チャールキアーサの攻撃を受けるようになり、パラメーシュバラバルマン2世は戦死した。後継者問題が起こったが大臣たちとガーティーカー、バラモン教学院の構想たちによって、 シンハビシュヌの弟の系譜を引くヒラニアバルマンの子、バラバマラ、在位、731年から795年が擁立された。その治世の初期は、前ンキチャ・アルキア,アサノに攻め込まれ、三度にわたって、とカンチー・プラムを陥落させられた。しかし、前ンキチャ・アルキア,アサに変わった、ラーシュトラクータ長とは、友好関係を維持て勢力を伸長した。一方、 発展した南方のパーアンディアアッサともしばしば衝突するようになった。以後、ラーシュトラクーターサ、西、ガンガ朝や、さらに台頭しつつある、チョーラケとトの合唱連行や構想を繰り返した。在位、844年から866年の第二、マイソールの西、ガンガ朝と同盟して、パーアンディア王に対象したものの、その過程で、風神の地位にあった。 長羅家の勢力が、ますます伸長し、在位、879年から897年の第2、長羅町のによって滅ぼされた。パルダバ町時代に建設された、当時の木造寺院を模して、ライオンや像などが刻まれた5つのラタと呼ばれる、石堀寺院や海岸寺院をはじめとするマハーバリプラムの建造物群は、1985年に、 文化遺産に登録されている。また、パラバーサの優れた寺院建築は前期チャールキアーサにも大きな影響を与え、チャールキアーサのが皇人たちに作らせたパッタダカルのヒンドゥー寺院建築にその影響が顕著に見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。